お、これあれじゃないですか。これあれでしょ。メットのやつでジャンプする高度な技術が必要になるやつ、絶対できねえわ。多分ここにいるやつら全員ね、無理だね。無理だわ。こんな人の頭使って上行くしかないじゃん。しかもこれあれなのか。もうやり直さなきゃいけないのか。いや、なんかマリオメガで不便だな。わー、ルイージ、それはダメ。俺にやって、それ。ダメ、お願いします。ダメ、ダメ、ダメ、ルイージ、やめて。ほんとに、お前、ほんとに、俺にして、俺にして。あ、いけ、いけ、お前、マジで。人の頭で、そう、バカ、下手くそ。俺、マリオのモチベね、正直言ってないんすよね、マリオメーカー。だってさ、似たり寄ったりなコースさ、多いじゃん、マリオ。そこが本当にね、嫌になっちゃったね。ね、ルイージ、いいんだよ、運んでくれたって。お前は死ね。なんでお前さ、なんで本当にお前マリオだけそんな悲劇すんの？頭貸して！ボンバー！クソ最悪マジ。おお来た！今時刻が2時の半なんですけど、深夜の。俺さっきまでさ、遊んでてさ、家着いた時にさ、猫がいたんですよ。俺、ああもうお前マジであのモグラふざけんなよお前。お前だけはマジで許さない。見っけた瞬間踏み潰しちゃる。そう、猫がね、まあ、家の前いたんすけど、俺ね、まあ、ちょくちょく散歩するんですけど、散歩道にね、いるんですよ、その猫が。で、その子なんかね、飼い猫なのか、地域猫なのかね、まあ、よくわかんないんだよね。首輪ついてるんだけど、なんか飼い猫っていうね、雰囲気もしないんだけど、多分俺の予想あの子ね、なんか帰るし死んでなんか、多分ずっと外で暮らしてんじゃないかなって感じの子なんですけど、まあ今日家の前にね、まあいてね、まあこう遊んでたわけですよ。で、ちょっと本当に家のね、もう玄関のところまで俺持ってきたんですよ、その子。ついてきて。持ってきたっていうかついてきたんだけど。で、玄関ってか扉開けるじゃん。そしたら思いっきり家の中入ってきたんだけど、まあ、ちょうどね、ママがいて、まあすぐ追い出されましたよ。僕頑張って追い出したんですけど、あれ。ちょっとね、iPhone のね、俺ちょうどその、イヤホン持ってたから、ちょ、それでね、ちょっと、東京まで誘導しようと思って、チャラチャラって言ったら、やっぱ猫って反射神経いいんだよね。チャッって掴んでさ。でさ、まあ、噛もうとかしてくるわけですよ。爪とかさ、立てて。で、頑張って取ろうとしたら猫の爪がさ、ちょっと指に引っかかってさ、ちょっと皮めくれたんだけどさ。俺ってこれ平気だよね。狂犬病とかないっすよね。俺、それがちょっとマジ怖いんだけどさ。なんか昔猫に噛まれただか引っかかれたかで、なんか狂犬病になったみたいな、そういうの見て、ちょっと震えてるんだけど、まあ、調べた感じね、多分大丈夫だと思うんだけど、てかね、その猫に触れてから、今日、目かゆいし、咳が出るしね、今すごい体調良くないんだけど、で俺猫アレルギー持ってるんですよ、多分。いや、こいつ強っ !7200 の8連勝だぜ。いや、俺ね、ちょい最近までは犬派だったんだけど、もうさすがに猫派になっちゃいそうだわ。ね、猫の名前、俺ニャーゴって呼んでるんだけど、ニャーゴがマジで可愛い。スリスリしてくるんだもん。ほいしょうもな。やった !7200 の8連勝潰しました。なんか俺、こういうの強いよね。なんか俺さ、前もだけど潰してたよね。結構な連勝数、もうその。いや、なんかすいませんね。運だけはいいんですよ、僕。俺、これ多分ね、やったことあるよ。マルチプレイヤーバーサスじゃなければもう何年でもいい。いやー、はい、抜け道見っけました。しょうもな、このゲーム。あー、間違い探してやったことある。やったこと何が違うかっていうと、最悪、お前マジで、組んだここじゃない、ここじゃない、間違い、お前マジで、ふざけんなよ、お前マジで。一回自分の目で答えを探せ、ボケ。何が違うかっていうと全然わかりません。いや、もう最悪、本当にそこで合ってるんだな、お前、信じるぞ、お前のこと。うわー、合ってるわ、何が違うのか全くわかんねえ。あ、わかった、ベルトコンベアの回転数の違いだ。で、これ何が違うかっていうと、多分、つららの色だと思うんだけど、全部一緒じゃね？あ、はい、僕わかりました。これ多分真ん中です。え、なんでなんでなんで、え、だって裏になんか濃いみたいなのあったじゃん、真ん中に。いや、ほら、真ん中見てほしいんだ。ここだけあれだよね。ほら、なんか光ってるよね、後ろ。いや、お前、マジでさ、お前、コースの制作者、お前。お前、これで負けたら、お前、わかってるよな。お前の人生、もう終わりやで。で、ここ何が違うのが真ん中ですね。色が違う。いや、これね、
最短で攻略しないと、もう奴らには届かない。いやー、多分ね、ここの次をね、これね、記憶がね、覚えてるわけない。あ、向きが違う、向きが違う、向きが違う、メットの向きが違う、メットの向きが違う、でもこれでね、間に合う。なんでだよ今日バトコですわ。めちゃくちゃバトコ多いのね。で、俺多分ここにね、隠しあるっていうね、まあ予想してるんですけど、まあなんとないんですね。なんか俺のプロコン最近反応、いや、入れるのか。いや、なんか俺のプロコンなんか、意味ないやん、これ。もう、俺の時間貸してくれよ、お前。俺のプロコン最近反応がね、なんか使っててあんまね、まあ良くないような気がするんですけど、だからプロコン貸してください。この前、うちの近くにありましたぜ、ゼルダのプロコン。なんかゼルダのプロコンめっちゃ追求がする。なんかその調子で大乱闘のプロトコンとかね、めっちゃ調子いいんですけど、売ってるんですかね今でも大乱闘のプロコンって。多分ないと思うんだけど。大乱闘のプロコン、俺あれ出したら俺売れると思うんだけどね。なんで売ってくんないのかな。あれですかね、任天堂じゃないとか作ってるとか、そういうの関係してるんですかね。あ、ちなみに大乱闘って、どこだっけ、空研究所だっけ。死ね、ちょっと待って、もう、なんだよこのコースは。大乱闘のプロコン売ってください。最近、みそきん再販されたじゃないですか。俺、再販の日、コンビニ行ってきたんですよね。いや、重いなぁ。あのね、行ったらね、張り紙貼ってあって、なんか次の日から売るって書いてあったんですよね。で、買えなかったんだけど、だから夜行ったんですよね。で、なんか友達がね、次の日コンビニ行ったらしいんですけど、俺は行ってないけど、何時かわかんないけど、多分朝だと思うんだよね。なかったらしいっすよ。いや、すごいっすよね、マジで。味噌菌人気って、なんかツイッター見たけどなんか、味噌菌でなんか女の人めっちゃブチ切れてる動画ってよ。いや、それカップラーメン一つでここまで切れられるのすごいよね。いや、マジですごいよな、味噌菌って。ヒカキンさん、僕まだ一個も味噌菌食ってないです。ください、あの、でかいやつで、レビューします、飯の方も。いや、マジで一回食ってみたいよね。ただ300円っていうのがね、まあ、それちょっとお高いなーって思ってるんですけど。ね、いつになったら始まるん、これ重すぎるだろう、マジで。おい、これ何年、2019年のゲームだろう。おざけんだよ、マジで。あー、やっとなんかあれ普通になったわ。いや、マジでヒカキンさん、僕本当に食いたいです、味噌菌。いやー、これ、上の狙うっていうね、俺の判断マジで。いやー、マリオ頭がいい。いや、いいなー。ずるいと思ったら、なんかあいつ、あれあいつどこ行った、あ、死ねろあいつ。なんか、賢いと思ったけど、やっぱその発言は撤回させてくれ。もう、ラグキュすんなっつーの。ちょ、これ、どうせ、君に全てを託した。君しかいない。あの、キノピオ封じ込められるのは、マジで、待って、猫アレルギーが。ああ、もう、急に軽くなんで、マジなんなのこれ、もう誰かさ、わざとやってるでしょ。いやー、くっそ。どっす、お前、もうちょっと頑張れよ。ヒカキンさん、味噌菌売ってください。